はい、おはようございます。今日はね、久しぶりに大雨なんで、もうお仕事辞めてハウスのお手入れをね、したいと思います。この列何ヶ月前かな、もう半年ぐらい経つのかな、結構やったんですけど、またね、日にちが空いて枯れ葉とかついてるし、もうねめちゃめちゃ成長し始めてるんで、ちゃんとね、しめちゃんたちが元気に育つようにお手入れしたいと思います。はい、これクルシアちゃん、ね、形は悪くないんですけど、やっぱこの葉っぱがね切れてたりね、花が開いたりで、この新芽をね生かしてあげたいと思います。葉っぱはね後で拾いますので、ハシヤボゴもいいですね。まあ僕らはねこうお仕事で使うんであれですけど、まあ、このぐらいだったらですね残してあげて、葉っぱ拭いてね光沢剤かけたりするとね結構良くなるんでいいかなと思いますけど、おベンガレンシスね、いい感じ。これはちょっとスペーシングもねやっていきます。サイズが違いますね。こっちに置きましょう。葉っぱをねカットしてあげるとスペーシングもできるんで、はい、これおいいね、アルテシマとベンガレンシスの寄せ植え、こういうのないですよね。よし、こういうのはね販売していきますか、ね、オーソドックスだけどちょっと変わった寄せ植えとかが僕のところにはありますね自家製だからですね。やっぱねちょっと高温になるとこういう風に黄色い葉っぱが、ね、出るんで、これ注意が必要ですけど、これ一回なったらですねずっとなる時もあるんで、まあ、あまりにもね治らない時はもう本体ごとポイした方がねいいかなと思いますけど、このジャマイカ系はね動きが面白いんで、もう鉢次第じゃね結構面白いね雰囲気を出してくれますよね。よし、後でスペーシングしよう。これはここまで枯れてるけど多分下は生きてるね、ほら、いやすごい雨なんですよね今日ね、豪雨注意報が出てました。これね風水でめっちゃいいミリオンバンブ、サンデリアの、ね、白の方ですけど、これは面白いです。バンビーノと、なんだっけ、これゴッドセフィアーナかな、ね、ドラセナ、外木の青木に似てますけどね、こういうのないっすよね、これない、ちょっとバランスが悪い、これ取ってあげましょう。これ曲げたりすると面白いかもですね、うん、お、これパッキルちゃん、これねこの間ほらパッキラの刺し目の時こういう感じですよ、5本ぐらい入れててねこの2本が生き残ったっていうか、まあ一つずつね抜いてミニポットに植え替えてもいいし、このままね育ててもいいかなと思います。まあ、サイズ感がちょっとね違いますからね、植え替えた方がいいかなと思います。ベンガレンシス、ね、ベンガルゴムはねちょっと成長が遅いからここ大事にしないとですね。おお、これいい感じ、いい形、よっしゃ、これもいい形、うん、
か年末ぐらいに結構お手入れしてたんで、いい感じに育ってますね。よしよし、これぐらいのだったらですね、販売できると思うんでね、そんな送料もかからないと思うし、箱にね入れれると思うんで、大きいやつはねやっぱ厳しいです。大きいやつね注文される方最近もねいましたけど、もう大きいタイプはですね、大きいの専門で売る人に任せたいと思います。おバンビーノちゃんいいですね。これ全部チワワさんですからね、僕の刺身です。なのでこういうこともあります。グローカルとカシワバゴムとね、この大きさ、ね、こんなのないですよね。こんなのない、もう普通の植物に飽きた人ね。ちょっと変わったタイプじゃないけど、変わった寄せ植え、おもろいかもですね。こういうの、あ、なんかベンガルゴも大きいのね。いい、よいしょ。お、ほら、ね、これ面白い形になりますよ。葉っぱ落としてもいいし。よし、一応これ見てる人だけに、インスタのねサイトはね作ってるんですよ。これをね載せて、もうね皆さん暖かくなってきてると思うので、全国的にね、まあ送っても多分大丈夫だろうと思います。北海道のね最北端の方とかね、まだちょっと厳しいですけど、ね、北海道の方たちもね連絡取って聞いたら、もう結構暖かくなってくる 日もねありますって言ってましたけど、これほらストロマンっていうと、なんだったっけ、寄せ、こういうのないっしょ。あ、抜けちゃった。あ、でも枯れてるか。ほい、グロカル、ちょっと葉っぱの色が悪い。まあ、こういうねちょっと葉っぱの色が悪いタイプでもですね、欲しいという方はね、もうこのままの大きさで欲しいという方は、ね、言ってください。僕はね、ここから葉っぱをねきれいにするのはちょっと厳しいですけど、いろいろ情報を持っている人はですね、この状態から葉っぱを緑にねできる人もいるかもしれないとかですね、そういう人はね、僕がやっちゃうとすぐハゲチャビになっちゃうからですね、僕から助けてあげたいと思う人は言ってください。お、カポックもいいね、うん、お、これ、お、見て、めっちゃ曲げてたんだけど新芽が出始めてます。こういうのもいいね。大体約10分ぐらいね撮影してしたい、ね、今8分なんですけど、8分でまだこのぐらいしか行ってないんで結構時間かかります。これ直角すごい真下向いてますけど、真下、これはね鉢植え替えたいかな。この辺はもうね曲げて折れてるんですけど、すごいよねこれ見て、これでも生きてますからね、この折れ具合すごくない。これで生きてるから、よっしゃ、じゃあ今日はこの本ぐらいまでね撮影でやって、あとは頑張ってお手入れしますかね、うん、まあでも全体的にそんなお手入れしなくてもねいい感じですね。クルシアとかがねちょっとねこんな感じなんで、なんでだろうって思いますけど、ね、これキアティスティプラはね結構ね増やしました。販売されてないからですねこの辺もね、うん、石灰巻くかな。よし、石灰巻いちゃおう。雨だけどね、ウイス鳴いてるんで、晴れるかな、晴れてくれたらいいな。お、ここにすごいユッカがあるんですけど、すごいユッカ真ん中に立ったらね、面白い。はい、こんな感じでたくさんあります。販売すると言って全然前に進まない僕を許してください。頑張って、雨の日なんでお手入れしたいと思います。はい、じゃあ今回はこんなところで、バイバーイ。